はいどうもクソ投稿者です。今回はザク2回の視点になります。やってること自体がねちょっとあまり面白いもんじゃないので、あんま編集しないでちゃちゃっと放流してしまうことにしました。で、クロスブーストになってね、この機体何が変わったのかっていうと、今やったねシュトゥルムファウストが、このね今格闘チャージのこの火柱グレネードを撃った後じゃないと撃てなかったんですけど、今作からは最初から射撃チャージで撃てるようになりました。その代わり今までの最初の、火柱グレネードが、格闘チャージの一度切り武装になりました。でこの射撃 CS がですね、前作はあの笛ラムネのおまけ程度の性能でしかなかったんですけど、まあ、今作はねなんか弾の誘導とかがかなり上がってまして、結構使える武装に進化しています。で見てほしいんですけど、まあ、こんな感じにね結構その相方を助けたりとか、まあなんかその暇な時適当に撒いたりするっていうぐらいの性能にはなりましたかね。で変更点その2ですね、それはですね後ろ格闘のサンタと一緒に今作はなんと雪だるまが出るようになりました。かかったなアホが。なんだこう抜けられましたね。はい、あれはシャーザクの新武装の、前特者ですね、ズゴックに変身して突っ込むっていう、技だったはずです。で、サンタなんですけど、サンタと雪だるまが同時ヒットすると、まあ、大体170ぐらい減ります。はい、まあ、結構リターン大きいんですよね。だからね積極的に狙っていきたいんですけど、まあ、いかんせんその足が止まるのとその膨らみ切るまで若干タイムラグがあるので、そのリボガンのガガみたいな、優秀な迎撃タクとしてはちょっと運用は難しいですかね。はい、まあ、こんな感じで結構でかくてね当たりそうに見えるんですけど、なかなか、当たってくれないっていうのがこのサンタと雪だるまさんの、現状です。でここもね、シュツルムファウストが、近距離で機能するっていう感じでなかなかいい武装じゃないですか。どうすかみんな。でただ射撃武装とか、このサンタとかの強化が、入った代わりに、下方がありまして、アシストの段数がですね、一発しかないんですよ。はい、ケンプファー呼び出しができるんですけど、これがね一発になっちゃって、まあ後で説明するんですけど、はい、こんな感じで、対戦終わります。っていう感じで、次はちょっとねこのアシストに関して、いろいろ言っていこうと思います。はい、2周目です。先ほどねアシスト弾数が2発から1発に減ってしまったっていう説明したんですけど、これがね個人的にかなり嫌な加法で、まあ理由としてはこのケンプファーのこのチェーン前に持って突っ込む、レバー下入力のアシストがあるんですけど、これを爆弾当ててから、追撃にして使うと200を超えるダメージを叩けて、かなりね強いんですけど、いかんせんね、弾数が一発だと、追撃したい時にね、ケンプファーいないんですよ。で、その代わり追加されたのが、このショットガンを撃ってから、ビームサーベルで突撃するという、ケンプファーのアシストですね。まあ、性能自体は、まあ、今見たような感じなんですけど、まあ、射撃してからね、突撃するって結構お得感溢れるアシストなんですけど、まあ、性能はね、そんなに悪くないです。はい。ショットガン撃った後に、まあ、そこそこの誘導で突撃してくれるので、まあ、意外と優秀なんですけど、いかんせんね、弾が一発しかないので、まあ、中距離で適当にわーって撒いてると、爆弾当たった時、やはり、まあ、弾がないという事態が発生しまくるので、なんか、迂闊にそんな、負けるっていう感じの武装じゃなくなってるのが惜しいですね。なんか追加で別の武装欄設けてくれたらかなり強いかなと思うんですけど、そこがかなり微妙ですね。まあ、あとね、レバーニュートラルでジャイアントバズーカ2発撃ってくれるっていうアシストは、健在なので、正直中距離で適当に巻くんだったら、まあ、こっちの方を使ってた方がいいんじゃないかなとは思います。はい。だからね、射撃チャージショットをもうどんどん使っていけという、バンナム様からのお告げだと思うんですけど、うん、正直ね、弾数2発に戻してほしいですね、これだったら。はい。てな感じで、ウィングゼロに、読み当てて、そのままいつものチェーンマインで締めて、対戦終了と。やっぱこれですね。はい。ということで、次の対戦いきます。
はい、3試合目です。この対戦はね、結構やらかします。はい。めちゃくちゃと言っていいほどやらかしてるかもしれません。まあ、ただね、あえて動画にします。なんでかっていうと、サンタを頑張って当てようとしてるんですけど、なかなか当たんないっていう視点ですね。はい。まあ、多分ね、普段あんま使ってないから、いざ使おうとした時に、全然使えてないっていうのが問題なんだろうとは思うんですけど、残念ながら使えてなかったです。はい。で、ここで、爆弾から、なんかセットプレイしようとして、サンタを組んですけど、まあ、起き上がりの無敵判定に抜けられると。はい。とか、正直ね、もうちょっとね、いいポンプ買って、もっと早く膨らませた方がいいよ、本当に。爆発するまでね、タイムラグありすぎ。はい。もうちょっと頑張って。てか、もうちょっといいポンプ買ってバーに、よろしくお願いします。で、ここで、相手がビームで、ここで、なんかケンプファーで追撃取ろうとしたんですけど、盾されましたと。ここはなんかすごいぐだってる。何このぐだりみたいな。お互いに、ぐだってるんですけど、爆弾からのチェーンマインで、落とし切ると。そんなこと言ってたらね、相方がね、めちゃくちゃ無双してるんですよ。サンタでね、置き攻めしようとしたら、相方だけ爆発しました。そして自分も覚醒落ちで落ちるという、もう本当にゴミです。はい。絶対やっちゃいけません。で、まあ相方が2000コストなんでね、先落ちしたところでまだ問題にはなってないんですけどね。ここからです、ここから。で、相手がもう両方とも結構、死にそうなんで、華麗に今もごしゃったんですけど、ここもね、サンタ狙おうとして余計なことしてまた被弾してるんですよね。で、ここはいけるだろうと思って置いたら、フェネックスの覚醒技でぶった切られるわけですよね。もうね、死んでください、この人。ですが、最後は、覚醒中のけじめグレネードということで、試合だけは、なんとか、勝つことができましたと。いや、本当に、申し訳ありませんでした。はい、最後の対戦です。ですね、この対戦は、まあ、なんとか、うまいこと、サンタ雪だるまを当てられたという対戦なので、まあ、最後の試合ということで採用しました。ですがね、そこそこね、やらかしてると思うんですよね、この対戦も。被弾しすぎっていう感じで。本当にね、乗れなくなってて、もう二度と乗らないっすもん。はい、この動画限りの出演となります。もう乗りません、この機体。で、試合の方を見ていくんですが、ドレナのね、今度修正される格闘 CS に当たって、まあ、避けれませんと。ですがね、相方がひたすら前出て頑張ってるのに、ここで出張った結果、射撃シールドの、格闘をもらってしまって、いきなりもう体力が半分ですよ。ダメです、これ。このハンドグレネードじゃなくて、スツールームファースト結構強くないですか。で、相方が覚醒して、どんどん相手しばいてますね。強すぎる。強い相方引いてこの立ち回りはまずい。ですがね、こっからがね、サンタタイムですよ。はい、やっとまともに当たりました。ですが直後に被弾してしまうので、ここは熱波でしのぐしかないですと。相方が先落ちしてくれたので、ギス2のね、格差だ。なんだろう、変ななんか、ドームみたいのできて、爆風の範囲広がってない？そんな感じだっけ？前作から。ですが、なんか当たらない爆弾を投げて、やっと当たってギス数に結構な負荷で負わせますと。ですが、ここでドレッドノートを落とせなかったのが痛すぎると。まあ、マシンガンで削っていきたいんですが、後ろからバッサリだって感じで落とされますと。まあ、そんなこと言ってるとね、相方の体型が半分以下になってしまったので、まずいんですが、まあ、覚醒あるのでね、すぐには死なないと。んで、とりあえず前に出るしかないですと。で、ギスを削りたいんですが、まあ、マシンガンこういう時には役に立つと。で、ここでね、射撃 CS が当たって、まあ、なかなか強いですね、この当たり方は。なんとかギスも落としていきたいんですけど、当たらないんですね、これが。ほんとダメですね。はい。サンタは要研究だと思います。てな感じでね、今回の動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。